はい、今回はね、いよいよ海底火山に行こうかなと思います。ある意味一つのね、山場ですね。ダンジョンがね、結構きつかった覚えあるんでね、ちょっとぐだると思うんで、ところどころひょっとしたらカットを交えつつ行くかもしれないですね。ここはね、アイスブランド、マリスから手に入れたやつですね。アイスブランドか、サンダースピアが有効だったかな。まあ、さっきのダンジョンからのね、連戦ということもあるんでね、回復手段にはちょっとね、気をつけないと。ただね、確か経験値も少し高めだったような気もするんで、レベルアップをうまく使ってもいいかもしれないですね。どうしようかな。バッカとしてつけるか。あんまステータスアップはね、使わなくてもね、まあマジックボトルの方がはるかに使えますね。これどういうどっちからでもいけてた気がするんだよな、これ確か。こっちからでもいけたし、確かそんな覚えがあるんだけど、そうだ、確かそうだな。まあでもただ一応ね、どっかにね、このダンジョンね、魔人の斧があるんで、攻撃力高いですよね。ちょっとここが何か手に入った気がするな。なかったか。スカ。なかったかな。ということはやっぱり。で、これが確かね、マップ見てみると、そう、さっきのところにつながるんでね。で、こっちかな。確かここ、例のあれだったような気がするんだよな。ちょっとセーブしますね。まあ、ここだな。ここ、ブリザードが必要になってくるんですが、どうしようかな。どう考えても、魔人、魔導士が。うわぁマジか。ここモーニングスターやばいな。ちょっとアイスブランドも切り替えるか。久しぶりにレベルが上がったな。ちょっとまた復活させますね。はい、一応ね、ちょっとこんな感じにしてからね、だいぶぐだったんでね。まあ、ちゃんと2体を、まあ、ナイトがおすすめかな。ブリザードにして、スイッチの上に置いて、階段で行くって感じですね。ちょっとここで、セーブかな。まあ、ここは本当に、とにかくね、攻撃力も高い雑魚が多くて、あと、ちょっと、後々もうすぐ多分出てくるけどね、ちょっとしたね、このダンジョンのね、トラップも気をつけなくちゃいけないですよね。あ、もう急に出てくるからな。これ何だったかな？これもマジックボトルで良かった気が
そうだよな、はい、進みたいんだけどね。で、ここですよね。ここなんだけど、ぐつぐつ煮え立ってる、まあ、白黒だから分かりにくいかもしれないですけど、これ溶岩なんで、これ大ダメージなんですよね。ただ、ここ通らないといけないんで、ケアルとかは必須ですね。確か。多分ノーダメではいけなかったと思うんですけど、先にこっち側だったかな。これほんとね、素通りしたいとこではあるんだけど、サンダースピアがあれば、割かし、簡単に突破できるかな。ここかな？ここに巻き物かな？違ったかな？ここじゃなかったかな？外れかな？上の方だったかな？ここはまあちょっとね、雑魚を倒してからの安全かもしれないな。嫌なとこ進んでるな、あいつ。よし、来た。でね、こんだけ食らうんで、ね、確かこれ、HP が高ければ高い、レベルだったかな？レベルの2倍だった気がするんですよ。今40レベルだから、多分80ダメージ食らうのかな？確かそんな計算だったと思いますね。まあ、マジックボトルもあるしね、どんどん進んでいこうかなと思います。まあ、ここサンダースピア大活躍ですよね。ここも気をつけないといけない。60ダメージ、うわ、60ダメージ、1.5 倍かな。とにかくなんかレベルになんか、レベルになんかすごい左右された気がするんですよね。まあ、マジックボトルはね、たくさんあるんで、いいんだけど、やっぱザクがうざい。ちょっと待てよ。どうしようかな、これ。ブリザードか。やっぱ強引な突破はダメか。で、マジックボトルと。しょっぱいなぁ。あ、こいつは普通に倒せるかな。そうでもないか。くっそ。いけるいける。チャージ攻撃で。よいしょ。よし。あいつもちょっとうざいなぁ。よし、うわっ、はい、ね、まあなんとかね、こっち側に来ましたね。で、鍵かかってるんで、
で、ここのやつらを全部倒すと、こうやってね、宝箱出るんで、魔人の音を手に入れたって、こんな感じですね。これ一応ね、斧のね、中ではね、最強らしいんですが、あまりなんていうのかな、使い道はないっていう感じらしいですね。まあ、残念ですけどね。ただまあ、取っといてもいいんじゃないかなと思います。攻撃力はね、一応ね、サンダースピアより2ですね。高いですね。はい、こんな感じです。ちょっとね、長くなってる感じなんで、一回ちょっとここで切りたいと思います。はい、前回はね、魔人の斧をね、取ってね、ちょっとここまで戻ってきました。ということでね、先に進んでいこうかなと思います。ちょっといきなり下りましたね。ここはサンダースピアかな。もうこういう時は絶対に溶岩とかに。入らないようにして敵を倒しつつかな。なんか当たり判定がよくわからんな。このレベルアップは助かるな。魔導士タイプと。よし。抜けよう。まだ少し続きますね。なんとかこの回でね、イフリート戦まで持っていきたいところではあるんですけど。結構長いんですよね。いまいち当たり判定が。分かりにくいな。ムシムシ。気をつけないかんすよ。下はここどうだったかな。うん、やる必要なかったな。まあ HP が1回復しましたね。体当たりがきついんで、ここなんかはぐれ臭かった気がするんだけど、まあ鍵はなんとか持ってるから大丈夫。もう魔人の斧を手に入れてるんで、特にあとめぼしいところはないんですよね。ここでよかったかな。どっかに階段あったっけ。で、セーブしてと。もうすぐだったかな。
確かあの3つの扉は全部ね、つながってた気がするんですよね。これ行くと確かあれかな、戻っちゃうかな。ですよね。ってことはここかな、こっちかな、こっちが正解かなと思います。ここはあれかな、多分ブリザードのとこかな。行き止まりですね。ですよねですよね。あー、そうだな。ちょっとまたね、ここは一旦ストップをしてですね、ちょっとね、一回ちょっとね、ブリザードで雪だるまにしてね、あそこのスイッチに置きますので、一回ストップしますね。っていう感じですね。ちょっと一回セーブします。で、やっと、ここはまあ、アイスブラ、ボスですね。多分、もうボスに入るかなと思います。はい、ボスです。イフリートですね。ちょっと待って。確かね、顔しかね、通用しないんで、安全策を取るなら今みたいにアイスブランドでマックス攻撃ですよね。このボスはね、多分そんなに難しくないはず。キマイラのがよっぽど動きがね、分かりにくかったと思います。まあ、結構長いな。まあ基本ここを上下してればいいですよね。真上真下には行動してこないはずなんで、この火の玉は。
っかかっちゃった。引っかかってしまうとやばいですよ。長い長い長い。早く元に戻って。うわ、うざいな。HP が低くなるってなんか、火の玉、頻繁になるみたいな設定あったっけな。さっき、攻撃のチャンスが少なくなったの、明らかに。そろそろかな、アイスブランドは結構効くはず。まあ、なんか、防御力は低いみたいなんだね、こいつ。HP も高いのかもしれないけど。あら、当たったんだな、今の。まあ、短時間でやろうと思えばもう火の玉のダメージ覚悟でギリギリに至って連打ですよね。ちょっとなんか作業芸ですね、このあたり。で、アイテム、確か、なんだっけ、ワンパンはまずいんだっけ、何が手に入ったかな。この鍵を捨てようか。やっぱ武器か。ダイヤの盾はもう使わないかな。バトルワックスはいらんな。ん？じゃあダイヤの盾。錆びた、あ、そうか。そうそうそう。錆びた剣だな。ということでね、無事、錆びた剣を手に入れたので、またシーバの元へね、帰っていこうと思います。では。